丈夫コナン君。やっぱすげえやら姉ちゃん。モリさん。無茶しやがって。きついぜ。頑張って健太くん、もう少しだから。およお前ら先に行ってろ。え、コナン君どこへ。おい、どこ行くんだよ。おい、なんだ。コナン君のことだから何か考えがあるんですよ。先に屋上へ行ってましょう。ちょっと考えさせろよ。誰かいるわ。大木さんと美穂さんを殺害した犯人だ。ある動機から美穂さん殺害を決意し、美穂さんに真珠のネックレスをプレゼントしたんだ。そのネックレスをつけ、オープンパーティーの壇上で自分の送った絵を紹介してくれと言って。それじゃ犯人は。そう、美穂さんの日本画の先生、如月芳水さんだ。確か江戸川コナン探偵さ。如月さんが美穂さんにプレゼントしたネックレスにはわざと外れやすい細工がしてあったんでしょう。そして如月さんはもう一つ別のネックレスを用意していた。パーティーの時あなたはそのネックレスを取り出し、富士山の額からカーテンのひだに合わせて垂れ下げておいたピアノ線付きフックを引っ掛けた。次に足元の明かりを目印に美穂さんに歩み寄りネックレスを外した。慌てた美穂さんにあんたは大丈夫、私がつけてやるなどと言って別のネックレスを首にかけた。ピアノ線付きネックレスをね。
つまり、ミオさんはネックレスにフックを引っ掛けられたんじゃなく、最初からフックのついたネックレスをつけられた。だから気がつかなかったのね。俺が拾ったこの真珠の玉は、最初のネックレスをキサラギさんが外した時に落ちたものだ。舞台上にあったおチョコは連続殺人に見せるためにわざと置いたんだ。待って、キサラギさんには原さんの時にアリバイがあるわ。あっても不思議はないさ。原さんを殺害したのは別の犯人なんだから。火が70階に達しました。救助ヘリはまだか。はい、確認します。コナン君、あの晩俺たちが帰った後で如月さんは原さんを殺害しようとマンションに向かった。ところが原さんはすでに胸を撃たれて死んでいた。あんたはとっさにこの事件を連続殺人事件に偽装し、自らのアリバイに利用しようと考えたんだ。連続殺人の場合、一件でもアリバイがあれば犯人ではなくなるからな。そこで大木さんの時のように持ってきたおチョコを割ったんだ。その時破片の一部はすでに固まっていた血の上に飛んだ。だからトメさんが持ってた袋の中にあった破片には血がついてなかったんだ。そして大木さんが殺害されたホテルの現場写真で見たクローゼットの下の方にだけ飛び散っていた血痕、あれはおそらくあんたの書いた掛け軸がかけられていたんだろう。あんたは自分の掛け軸をプレゼントするのを口実に大木さんの部屋を訪れ油断させたんだ。なかなか面白い推理だな、探偵君。だが君の推理には証拠ならあるさ、その杖の中に。ミオさんがつけていた最初の真珠のネックレスが隠されているはずだ。なぜここに隠したと分かった？音だよ。ミオさんが亡くなる前と後でかすかに杖をつく音が違ったんだ。まさに探偵の耳だな。動機は何？ミオさんが如月さんの絵を買い占め高く売ったから。いや、動機はおそらくこのツインタワービルだ。大木さんを殺害したのも原さんを殺害しようとしたのもあんたの描いた富士山の絵、途中からみんな同じ角度同じ構図になっていた。あれは同じ場所から描いたんだよな。西多摩市の外れに見つけた小高い丘の上でな、私はその丘に何十年も通い絵を描き続けた。だが年を取るに従って丘を登るのがきつくなってきた。そこで3年前、私は生涯富士山を描き続けるために丘を丸ごと買い家を建てたんだ。そして一番いい場所に仕事部屋を作った。その窓からは富士山が一望できるようになっていた。それをあの女は壊したんだ！じゃあまさかあの割られたおちょこって富士山のこと？ああ、富士山をツインタワービルで二つに割られた、この人の怒りのメッセージだったんだよ。でもミオさんの時おチョコは割れ